サンタナ今日は3安打ホームラン第3号を放っています。レフトへのホームランでした。1球目145キロ、サンタナ当たってますからね。いや当たってますよ。外いっぱい147。ヒット、そしてレフトへのホームラン。今ちょっと白いビニール袋が飛んでましたかね、まあボールボーイが使いました。低めいっぱい149キロでした。見逃し三振です。いかがですか今の3球は。はい、バットは当たらないですね。あ、それぐらいの高さといい、コースといい、完璧でしたね。完璧ですか、はい、前の打席ホームランだったじゃないですか、はい、インコースのちょっと抜けたボールだったんですけどね、それを打ったんですけど、戸柱君は今外、全て外を要求して三振ですからね、はい、やはり一発打たなきゃいけないというところですよね。その通りですね。8番の西浦、まあ、はい、その北に応えた山崎君のいいコースでしたよ、はい、同じところストライク。まあなんとなく打線を含めピッチャーも揃いつつありますから、はい、もうね、いい空気に変わってきましたから、うん、乗りたいですよね。そうなんですよね。同じところ、素晴らしいボール、ナイスボール。まだ攻撃は8回9回あります。本拠地です。ここはピシャッと抑えところ、うん、たいところです。山崎セカンドゴロ打ち取りました。牧外に送りました。ツーアウト。いいですか、ホーム的なことを言うと、すごくその右足に乗ってる時間が長くなってるんで、ボールのリリースが安定してますよね。悪い時ってね、意外と足を上げながらもこう前に流れるような形でそのボールを投げてるとリリースポイントが安定しないんですよね、一回右足にしっかり乗って乗ってる、はい、特にその足の外側って外側側なんですけどね、外側側にしっかり乗ってるとこの内側に力がグッと入ってくるんで。代打川端、はい、いいですね。川端も代打が多くなっていますが当たっています。13打数の7安打5割3分8厘です。そうね、のしっかり右足に乗ってるんですよね。技術的に良くなってきてるんですね、はい、で投げ終わった後に後ろ足がゆっくりくるでしょ、最後ぐるっと巻きつくので、はいはい、あれが遅ければ遅いほどしっかり乗っていいことなんです。あれが後ろ足が早く出てくると良くないんですよ、代打成績12打数の6安打5割すごいですよ。打点3、まあ、職人ですね、はい、復活しましたね、怪我からね、腰の痛みと戦ってきました。今シーズン一番じゃないでしょうか、はい、山崎ナイスピッチングを見せました。8回を0点に抑えました。7対7です。置いたところでのちょっと興奮しながらの桑原に対するフォアボール、まあ、そこをおそらく反省しているんだと思います。さあマウンド上には山崎康明が上がっています。今年これが17試合目の登板になっています。ただいま登板11試合無失点中です。すくい上げた根尾、打球は伸びはなし、ライトの後方に落ちていきました。根尾は三塁に向かっていきます。ようやく追いついた。三塁を曲がったところでストップ。果敢なダイビングキャッチ。
チを試みていきましたがオースティン、ネオが出塁しても長打、記録はヒットだけ、スリーベースヒット出ましたね。出ましたね、ちょっとバットの先気味でしたけどね、やっぱり何かを持ってます。山崎康明のツーシーム、ここはあの果敢に突っ込んでよかったんですか。まあ、できれば前で落としてですね、まあ、せめて二塁打までで置いときたいところだったんですけどね、はい、まあ、勝負に行ってなった分に関しましてはね、攻めれないですよね、はい、さあ見せ場がやってきました。ドラゴンズノーアウト三塁で代打が登場してきました。大ベテランの福留、ボルテージが上がってきました。バンテリンドーム名古屋、44歳、今年このドラゴンズに14年ぶりに戻ってきました。ここまで代打として14打数の2安打、1割4分3厘の打率が残ってます。初球がストライク、打ち上げました。高く上がった内野フライ、倉本、これではランナーを迎え入れることはできません。今の打撃はいかがだったでしょうか。まあ、ちょっと、まあ、力むと言いますかね、バット下から若干出ましたけどね、まあ、内野が、ね、後ろ下がってましたけどね、はい、まあ、福留選手にしてみたらなんとかヒットでね、同点のランナーとしても出たいという気持ちありましたしね、まあ、ちょっとミスショットでしたね。そうでしたね、はい、ワンナウトになりました。先ほどヒットを打っていますバッターは大島、先頭のネオがスリーベースヒット、これも高めに入った、セカンドゴロ、サードランナー帰ってきました。ゴロの間にネオホームイン、1点差になりました。そして与田監督が代打を告げます。福田が出てきました。今かなり浮いた球でしたね。まあ、おそらくツーシームだとは思いますけどね、はい、まあ、大島選手からしてみたらなんとか1点はね、まず1点だけは絶対取っとかなきゃいけない場面なんでね、はい、まあ、ヒット打ちながら最悪セカンドゴロショートゴロっていう頭もあったんじゃないでしょうかね。そうですか。2番の高松に代わって一発があります福田です。今シーズンここまで1本です。そして前の試合ではプロ初めての盗塁をマークしてます。プロ15年目の福田、ここは一発狙ってもいいんですか。甘いボールが来ればですよね、はい、一発狙うというよりも強く甘いボールを打っていきたいですよね。去年の左肩の脱臼などの影響もありまして、ちょっと開幕が遅れました。4月の8日に一軍に上がってきています。山崎のツーシーム、今日の山崎の球のキレはどうでしょう。まあ、あのいつも通りじゃないでしょうかね。そうですか、はい、1点を返しているドラゴンズ、バッティングカウントです。外バットの先ですがファールです。まあ、一時ね山崎投手もね、状態があんまり良くない時ありましたけどね、 その不振はね、脱却してきてるとは思いますけどね、はい、去年のシーズンは40ゲーム西武6をマークしましたが、途中から中継ぎ降格、防御率が 5.68 でした。もちろんキャリアワーストです。さあ 2-2、 外まっすぐで行きました。ファーストよく掴んだ、外ベースカバーにもしっかり入っていました。いや外ナイスプレーでした。
今日はさっきの一塁線というね、本当にナイスプレーですよね、ソウ選手ね。本当ですね、はい、これで3アウト。という結果もそうですけど、内容がなんかいい感じいいですもんね、はい、たまたまじゃないですからね。そうですね、さあここは山崎を打てるでしょうか。おっと、弾かした、3安打、完全復活か、しかも長打になるでしょうか。曲がったところでストップ。苦しんできた阿部、今日3安打。繋いで繋いでね、ランナー溜めなきゃいけないんで、はい、子供たちに点の入るところをプレゼントすることができるでしょうか。今日もよく声が出てます。マウンド上の山崎康明です。基本的にはまっすぐツーシーム、今年は結構カットボールも混ぜてますかね。そうですね、はい、ずいぶんスピードも上がってきましたよね。そうですね、まあ、去年の一番いい時と比べるとまだなんですが、うん、はい、まあ、ちょっと体重絞りましたんで、うん、その分もあるかもしれません。打球はセンターへ、伸びはありませんでした。センターフライ、ワンアウトです。今のはどんな感じだったんですか。ねえ、まさに攻撃を抑えちゃいましたね。そうですか、感じに見えたんですが、すぐまではいけないですもんね、はい、2試合連発はここまではなってません。さあ、代打が出てきました。福田がバッターボックスです。故障で今シーズン出遅れていたこちらの福田です。今日は代打でライトへのヒットを打ってます。なんとかランナーを貯めたいドラゴンズ。山崎康明のツーシーム、4月の8日に上がってきました。去年は左肩の脱臼などの怪我がありまして、64試合出場に終わってます。その影響で今年はスタートが遅れてます。138キロ外に逃げる球、今年はああいう球をたまに混ぜてます。基本はもうね、まっすぐツーシームだけでしたもんね。そうですね、15年目、32歳の福田です。インサイドへのツーシーム、阿部が猛打賞。詰まりながらも運んでいきました。さあ、ランナーが溜まってます。大打成功、福田のヒット、ランナー2回連続成功です。詰まりにかったんですけどね、振り切ってね、内野まで持ってきましたよ、ね。ね、もう何でもいいですからね、うん、とにかくつなぐことが大事です、はい、今日のゲームをもの
共にした方が3カード連続の勝ち越しになります。バッター大島、今日4回目の打席、先ほどヒット。初球が外れてます。対戦しています。ここまでは 2-0、 フォアボール1という成績になっています。打席の大島、シーズンの途中から4月の6日のドラゴンズ戦から11試合連続の無失点がありましたが、5月の3日、この3連戦の頭のゲーム、大島の内野ゴロ間で1点を挙げまして、連続ゲーム無失点が11で止まってます。下がりながら掴んでいきました。ベースを踏んでいます。これで2アウト。ランナーはそれぞれ進塁してます。2アウト3塁2塁になりました。今日は2番スタメンですが出塁がありません。また強打です。なんとか1本出して2点取ってきてるんですよね。そうですね。さあ結果を出すことができるでしょうか。バッターの強打、今シーズン2回対戦、 1-0、 デッドボール1、山崎康明の球の質はどうですか。いや、毎回見るたびにね、スピードが、まっすぐスピードが上がってきてますからね、だんだん状態が上がってきてるんだなっていうのを見てるんですよね。そうですか、ゲーム前の防御率は 1.65 です。初球インサイドボール、ツーシームが浮きました。インサイド見せられて外のボールを読んでたはずなんだけれども、捉えきれてないんでね。プロはなかなか甘い球はやってきませんが、京田にとってありがたいですよね。つなぎました。はい、さあこれでホームランが出れば、ね、一気な、これお尻ですから大丈夫ですね。大丈夫ですよ、ね、はい、さあもう今日ガーバーが全く浜口に合わなかったですからね。そうですね、これ変わってくれてホッとしてるんじゃないですかね。はい、だからこそ怖いガーバーです。これどういう指示が、まあ一応間を取りきましたよね、はいはい、とりあえず冷静になりなさいってことですかね、うん、マークパンとも関係ですからね、はい、あとのバッターシュートは冷静に行ってくれてますね、はい、さて美味しい場面がやってきました。ただ今日は先発の浜口の前に3打席連続三振、いずれもチェンジアップ。来日
1号が出れば同点です。ほんのわずかしかありませんが、マイナーでは91本のホームランを持ってこのドラゴンズに入ってきました。マイク・ガーバでしょうか。ですね。はい。子供たちが待ってます。表情は冷静です。ツーシーム、さあこれで追い込まれました。ここバッテリーはツーシームを落とし気味って感じですか。まあそうでしょうね。まあ、この浜口ほどのね、チリアクでこう引くすにはボールじゃないんでね、こういう動く系のボールはもうアメリカじゃんそんな見てるはずなんで。そうですね。しませんでした。見送り方がいいですね。はい。それでもバッテリーは落としますか。まあ最終的には外のツーシームだと思うんですけどね。満塁ですからもちろんショーの一球。落とすかそれともまっすぐか。ガーバー今日4打席連続三振、山崎康晃が踏ん張りました。先ほど代打の倉本はショートとそのまま守備に入っています。ここからはもうベイスターズ勝利へのリレーということになります。まあ、これが5点がない状況でしたら6対6梅野の打順からというところでタイガースも、はい、まあ、望みは大いにあったかもしれませんが、あ、これは2球いいストレートが決まっています。まあ、もう山崎は経験値はねもう言うまでもなくありますから、はい、あとは自分が思った通りのボールをどれだけ投げ込めるかというところだと思うんですが、そうですね、はい、ここのところとても今の2球に関してはねいいボール投げてます。大きな声を出しての投球、いいボールですけどね。はい、はい、先ほど来いというミネイ、今日最初のヒットを先ほどの打席で打ったミネイです。大きく勝利が近づきました。センター返し、梅野もさすがというバッティング。今日これで梅野は4打数2安打、こういうところですね。梅野はなんていうんですかね、これもうゲーム決まったなっていうところでやっぱり追い込まれながらもこうしてね弾き返すあたりはさすがですね、これね。本当に最後まで諦めないという姿勢を背中で見せるという梅野です。まあ、一番大変なわけですよ、キャッチャーが。先ほど内ももにも当たりましたし、当たりました、リードもしてきました。ここまでね頭フルに使って、はい、体フルに使って、はい、で8回じゃないですか。
もうこの点差ならっていうところで打てる梅野っていうのはもう尊敬に値しますね。あ、そういう部分に斉藤さんのこの眼差しが向くんですね、はい、これがまあそのトーナメントでなんとかっていうなら話は変わりますけど、はい、彼らはこの140を超えて戦おうというところのこういうところですからね、これはぜひ評価してほしいなと思います。本当にテレビをご覧の小さなお子様もどんな状況でも最後の最後までというのを本当に見本になるような選手ですね。あ、本当ですね、おっしゃる通りですね、もう本当子供たちにはこういうプレーを見習ってほしいなと思います、はい、そうですね、もちろんねこう派手であのホームラン打って、ね、かっこいいなっていうのもよくわかるんですが、なかなかこういったところのね、渋さといいますかね、評価してほしいですね。そうですね、さあそして打席は中野、今日はいい働きを見せています。3打席全出塁、ヒット2本、デッドボール。タイガースファンも諦めません。こういう思いも選手たちは力に変えていきます。まあ、タイガースもこのゴールデンウィーク中雨でのノーゲームなどもありましたけれど、まあ、甲子園や神宮でのゲームは観客がいませんでしたので。あ、そうですか、はい、うん、観客が入ってのゲームは4月29日バンテリンドーム名古屋ですから、名古屋以来ですね。おー、ですからファンの方たちも目の前でやっぱり野球見られる喜びもあるでしょうしね、うん、なるほど、そういうことですか。その中でベイスターズはまだ今シーズン無観客は経験していません。ショートの頭上、諦めないのは中野も一緒です。はい、いいですね。これ本当に斉藤さん、はい、7番8番注目してほしいというところで、はい、その通りにやっぱりなるんですね。そうですね、やっぱりね、タイガースの強さっていうのをね、はい、測るときにどうしてもこういったところを見てしまうんですよね。もちろん上位がいいのはもうどなたもご存知なわけですよ。ここが調子悪ければもちろんここが生きてこないので、彼らはそれをよく分かってるんでしょうね、はい、なので自分たちが下位打線から上位にどうつなごうかっていうのを必死になってるわけですね。うーん、チームの中で本当にいい相乗効果が生まれてるんだと思います。中野は3安打の猛打賞となりました。今シーズンこれが3回目の3安打猛打賞という中野です。打席に代打の陽川です。まあ、そして先ほどまでは6対6の同点だったベイスターズ、この回は山崎がマウンドに上がりましたが、またこの後リリーフがどうなっていくか、5点差であれば三島というのはないでしょうからね。そうですね、ただ点から6対6で準備してたかもしれませんし、何点から三島を投入するかっていうところは、やっぱりこれはベンチの采配ですよね、はい、バットが折れました。ショートゴロ、倉本セカンドから一塁送球、ダブルプレーになりました。ここはうまくツーシームだったか、バット折りました。スプリットですか、ちょっとこうなんかチェンジアップ気味の。あ、そうですね、タイミング的には。この回守備についた倉本、セカンド牧、ファーストの外と当たってダブルプレー、代打陽川。ランナー出していますが山崎は落ち着いています。ツーアウトランナー三塁です。打順1番に帰って近本、近本は今日ヒットありません。ただ4打席でフォアボールは2つ。いいボールです。バットはもう今縦に出さないと触れないような、そんなジェスチャー見せていた近本。セカンドゴロです。牧一塁アウト、ベイスターズ山崎康明ランナー出しましたが0点で抑えました。5人目のピッチャーの山崎康明です。
まずはツーシームから入ってきました。2球ツーシームが続いてワンボールワンストライク。ストレートは145キロ。ここアウトコースを狙ってというストレートでした。ストライクです。ルーキーの中野拓夢です。日大山形高校、東北福祉大学、三菱自動車岡崎を経てドラフト6位で入団をしています。まあ、4月の中旬この DeNA 戦では3安打、そこからレギュラーを取りました。ツーエンド2落とした。4月の11日3安打、そこからショートで起用されるようになった中野なんですが、はい、まあ、ただその後ちょっとヒットが出ない、まあ、試合から外れた時もありましたが、またここに来て、またその外れた試合で、木浪選手が結果を出した、ただ今度は木浪選手がその1試合以降続けることができなかった、はい、またチャンスが来た、今度はもう中野選手が結果を出し続けてるんですね。そうですね。落ちるボール、ショートです。ランニングスロー。ナイスプレー。今日は倉本が先発出場でしたが、1打席目ヘッドスライディングをした際に左の肩あるいは指でしょうか、痛めてすぐに大和がショートのポジションについています。まあ、この辺りのナイスプレー、簡単にやってるようでなかなか難しいプレーなんですか。まあね、私がね、本当によくプレーしてたその宮本慎也さんなんかがね、はい、よくおっしゃってましたね、普通の当たり前のピッチャーがアウトだと思って、る球をアウトにするのがナイスプレーだと。あー、はい、まあ、ファインプレーじゃなくてね、はい、まあ、当然ファインプレーもナイスプレーなんですけどね、はい、原口の当たりは戻ってくるか。あ、ここはスタンドに入っています。そうなんですね、まあ、よく当たり前のことは当たり前にやると言いますけれどもね、まあ、ですからそれをやるためにはやっぱり一番ね、はい、基本っていうものをね、おろそかにせずにっていうね、バッティングの基本、守備の基本、走塁の基本、はい、送球の基本とかね、あ、その基本っていうのは大事ですよね、まあ、よく少年野球なんかに野球教室に行くと、この応用がすごくうまい子供たちが多くなってますよね。でも基本でやると全くできないとかね、ちょっと逆になってるなっていうようなことも感じたりする時もあるんですけどね。プロでも基本は大事ですので。バッター左右からのラインは締めていましたが、宮崎抜かれました。代打原口は二塁に行きます。今度はタイガースがチャンスです。8回の表ワンアウトランナー二塁。あ、ナイスバッティングですね、原口選手ね、はい、こうやって代打でね、やって相手の、中継ぎの、まあ、それこそ実績のあるピッチャーからね、はい、やって結果出すってなかなか難しいんですけどもね、お見事です。そしてこれで1番の近本に回っていきます。阪神の得点パターンですね。そうですね。さあ、ここは上位を迎えて山崎康明、そしてセカンドランナーは足の速い上田海。対戦したときにね、左投手の肩口からの変化球がちょっと逃げ腰にかかと重心に
なってるっていう話したじゃないですか、今の空振りなんかを見てもらっても分かると思うんですけどね、ちょっとお尻の方に、お尻の方に体重がかかっていっているので、これをね、しっかりと踏み込めていけば、ここはちょっと近本も足を上げてからタイミングが合いませんでした。1点差です。8回今度は阪神がチャンスを迎えています。横浜 DeNA マウンド上は今日5人目の山崎康明です。アウトコース、ツーシーム、そしてストレート、左バッターの近本を追い込んでいます。きました。ここは佐野がしっかりと掴んでいます。ツーアウトランナー二塁に変わりました。まあ、今追い込まれてからでしたけれども、本当に近本いい時はあの外寄りのボールも結構ね押し込んでこうレフトに持っていくんですよね。本当にあのおっしゃる通り、今のスイングをし始めてからフォロースルーまでの間の近本選手の動きと打球方向がもう全く真逆の方に行くじゃないですか。近本選手はファースト側に行く、打球はレフト側に行くって、ああいうシーンをやっぱり今年多く見てるんですよね。で、近本選手やっぱり器用な分、このインフィールドに入ってしまう時もあると思うんですよ。だからそれこそあのカープの西川選手もそうなんですね、あのいいバッターなんですけど、何かちょっと率が思うように上がってこないバッターっていうか、そういうところがね目立つと思うんですよね。なるほどね。それは当てれる技術がある、まあ、それはもうすごくいいこと。でもその当ててファウルで逃げれる分がついついインフィールドに入れてしまう技術も持ってそこに合わさってしまってるから、ですからとんでもない球をヒットゾーンに持っていったりすることもあるわけじゃないですかね。2番の糸原、ツーアウト2塁になりましたが、この糸原です。ですね、今日のこの糸原選手 の、あの成績は、3打席ノーヒットですけども、あの先ほどの見逃し三振以外のこの内容というのは非常に今日いいんでね、ちょっとここ要注意ですね。特に今日は3打席凡退ですが、とにかく DeNA 戦では今シーズンここまでの対戦よく打っています。ですから対戦成績はタイガースの6勝2敗という数字。今日が9回戦です。ストレート、アウトコースいっぱいです。ここまではボールを落とさずにストレートで3球、ワンボールツーストライク。ランナー二塁です。ピンチの場面で今シーズンここまで好調の糸原を迎えた山崎、インコース、ここで思い切って割ってインコースに来ました。しっかりと山崎も投げ切っています。よく当てましたね。いや、もう本当そうですよね。まあ、そしてあの先ほど小笠原さんの言葉分かりますけども、本当によく投げ切りましたよ、今の山崎選手も。あのちょっと危ない雰囲気だったんですよね、その前の見逃し方といいね、ちょっと内に気持ちを持っていってるようなね、感じをずっとこの打席の中でしてたんで、このラインだと言ってきました。145キロのストレート、
で今の球の見逃し方なんか見るともうさっきまでと全く変わってるんでね、はい、今日の我々のこの放送席からはこの左バッターのこの体使いがよく見えていいですね。いつもとちょっと違うところから見える。そうですね、はい、ちょっと一塁のダグアウト寄りのところから今日は放送しています。ツーボールツーストライク、ピンチの山崎康明打ち取りました。ここは山崎康明ランナー二塁に進められましたが踏ん張っています。さあ次はルーキー牧外。